なあなあ、俺らのチームはこれにしようぜ。え、ダサくね？こっちの方が絶対かっけえよ。は？お前センスな。は？お前に言われたくねえ。うるせえ！決めるのは主張の俺だ！これでいくぞ！なんでノースリーブ？いや、お前この短パンやるよ。え、マジ？ありがとう。早速履くわ。あれ？このパンツポケットないじゃん。はーん。さてはあいつ、俺のサービスが一級で十分だということを理解していたな。確かにそうだ。俺はセカンドなんて打たない。サッカーだったらレギュラー取れるかもね。いやー、やっぱりナイキが一番かっけえなー。まあ時代はアディダスだけどな。はい、過去の世界ランク1位のやつはダントツでナイキが多いですけど。過去の話だろ。ナダル、フェデラーもチチバス、ズベレフよりランキング下がっちまってなー。だとてめえ。あー、やんなかこら。何してんだおめえら、喧嘩してんじゃねえぞ。監督、どっちもいいウェアだろ。仲良くすりゃいいじゃねえか。まあ私がレギュラーを決めるときは好みが合うやつを選ぶけどね。あいつ来たねー。あー疲れた。よっしゃ帰ろうぜ。はなあなあ、お前ビニール袋余ってない？余ってないな。ああ、お前は？ごめん、俺もねえわ。ああ、お前らさ、俺がこうなること予測しとけよ。ウェアなんて何でもいいんだよ。結局顔とスタイルとテニスがかっこよければいいの。俺みたいにな。な？いや。にゃーねえねえ、ソフトテニスやってる人ってなんだよ。ネックスが文化だ。文化だよ、もう分かっただろ。それ以上聞くな。だからそれがなんでかって聞いてんだよ。疲れたな。滝頭先輩かっこいいな。直撃。